イアン・クロッカーはアメリカ合衆国名衆ポートランド出身の競泳選手。100メートルバタフライの元世界記録保持者。2000年シドニーオリンピックでは100メートルバタフライで4位だったが、メドレーリレーで金メダルを獲得。2001年の福岡世界選手権では100メートルバタフライで銀メダルを獲得する。 2003年のバルセロナ世界選手権では100メートルバタフライで50秒98の世界新記録でマイケル・フェルプスに勝って金メダル、50メートルバタフライで銀メダル、メドレーリレーで金メダルを獲得。2004年アテネオリンピック代表選考会では100メートルバタフライで自らの世界記録を更新する50秒76を出して代表に選ばれるが、 本番ではフェルプスに100分の4秒及ばず、銀メダルに終わった。メドレーリレーではフェルプスから決勝を譲られ、アーロン・ピアソル、ブレンダン・ハンセン、ジェイソン・デザクと共に、世界新記録で、金メダルを獲得した。だが、クロッカーはアメリカから100メートル自由型に出場した、選手の中では一番早かったため、仮に、フェルプスがバタフライを泳いでも、アンカーとして、 自由形を泳いでいたと考えられる。2005年のモントリオール世界選手権では、世界水泳選手権の100メートルバタフライで、フェルプスに勝ち、50秒40の世界新記録で優勝。50メートルバタフライでは、銀メダル、メドレーリレーで、金メダルを獲得。2007年のメルボルン世界選手権では、50メートルバタフライと100メートルバタフライで、銀メダル、予選を泳いだ。 メドレーリレーでは自らのフライングにより失格になった。2008年北京オリンピックでは100メートルバタフライで4位に終わった。メドレーリレーの予選に出場して金メダルに貢献した。ありがとうございます。